ちょっとね、楽しい。おっしゃ、ようやく来た。よし。よしよしよし。スタミナにしてくるんで。お、マジで来た。頼む。あ、おい、やばい。これは本当に、神回になるかもしれない。どうも、アキです。プロスペースやっていきましょう。今回は、こちらの超自チーム S 狙い撃ちスカウトを追加で50連引いていきたいと思います。はい、というわけで、ここまでこのスカウトに関しては50連引いてきているので、合計100連でなんとかエースのピッチャーたちを狙っていこうというところでございます。やはりプロスペース実況者たるもの、エースの追加となればこれくらいはガチャ引いておきたいですね。はい。で、今回なんですが、狙いの選手が3選手いまして、まず1人目がこちら。はい、今年沢村賞も受賞しましたジャイアンツの菅野投手でございます。まあ、今回登場している、まあ、エースの中でも一番能力が高いと言ってもいいんじゃないかなと思っております。はい、制球が A86、スタミナも A86 の同値。そして球威も78ということで、まあ、称号で、ここもぜひ、A 超え狙っていきたいなというところですね。はい。で、球種もまあまあ豊富というところです。はい。で、二人目がこちら。はい、西武の菊池雄星投手ですね。はい。やはり菊池雄星投手に関しても球威が A 超え。そしてですね、今年本当にずっと欲しいと言ってきていて、まあ A ランクレベル60を6枚も持っているので、手に入れたら称号まで付けられるんですよね。はい、というところもありまして、ぜひ手に入れておきたいなと思います。で、3人目がこちら。はい、ソフトバンクの千賀投手ですね。はい、こちらも9位 A 超え。そして、フォーク S。まあストレートがちょっと B になっちゃったんですけどね。でもそれでも先発と中継ぎが両方適正 S あるので、やはり豪華だなと思います。で、昨日の最初の50連に関してはずっと自チームジャイアンツで引いたんですが、今回結構どうしようかなと悩んでおりまして、まあ能力だけで言うとやはり菅野投手が一番魅力的かなというところはあるんですが、まあタイプで言うと球威型のこの2人の方が嬉しいというところとですね、あとは今の僕のリーグオーダーを見ていただきますと、まあ昔からねご紹介している通りこんな感じのオーダーを使っているんですが、まあ菅野投手引けた場合はこのセレクションの時のをまあ継承する形になりますね。ただこれで称号が9位プラス2、スタミナプラス1で、この時よりも今の菅野投手の方が強いですね。はい、っていうところで、まあ能力的にも強くなるし、スピリッツは一緒なんですが特殊能力も1個増えるのでそこはいいと思うんですが、このリーグオーダーの強化っていうことだけ考えると、例えば菊池雄星投手を引いた場合はおそらくですね、まあとりあえずこのベンチ枠の秋吉投手と交代、まあ9位 A 超えの9位型なので、まあ変えて大丈夫ですね。はい、タイプは同じと、コンボもヤクルト山田哲人選手使っているので大丈夫というところで、ここに入れてあげる。で、まあおそらくそしたら悩ましいですね、誰を先発からベンチに移動させるのかっていう、そこちょっと難しいですね。まあまあそこはちょっと置いといて、まあという形になってくると思います。要はスピリッツが100上がるんですよね。かつまあ菊池雄星投手は絶対先発枠には入ってくると思うんで、まあまたまた素晴らしいローテーションをね補強できるというのも考えると、菅野より菊池雄星なんじゃないかなと。で、千賀投手に関してもまあ引ければここかここと変えられると。で、またまたスピリッツ100上げれますし、今度千賀投手に関しては中継ぎもできますからね。今後使い方が結構そっちの方が広がっててね、まあ嬉しいなというのもあったりしてですね、まあ3選手とも本当にめちゃめちゃ惜しいんですが、今回はですねちょっとずっとジャイアンツで引くという形ではなく、まあここまで50連分ジャイアンツで引いているので、あと10連だけジャイアンツで引いて、あとは西武とソフトバンクで20連ずつ引きたいなと思います。今回のこちらの超自チーム S 狙い撃ちスカウトは10連購入。1、2回目が自チーム確率 50% からの新選手確率 30%で、3、4回目が 60% の 40% で、今回の5回目以降は S ランクが出たら自チーム確率 70% かつ新選手確率も 50% なので、そうですね、 S さえ出てくれればというところでございます。はい、というわけで、いや、エースの追加となればやっぱり100連はねプロスペース実況者なるもの引きたいです。はい、というわけでね、もうあとは気合い入れて引くだけです。頑張っていきましょう。もちろん、これでですね、途中で出てくれれば、全員引こう。それくらいの気持ちじゃないとダメだ。全員引くんだ。行くぞ。菅野も、菊池も、千賀も引く。で、なんなら則本も、金子も、涌井さんも、全員引いてやる。行きましょう。さあ、まあ昨日の動画だいたい皆さん、あ、ゲレーロナイス。
もう皆さん見ていただいてると思うんですが、50連 S ランクなしです。はい、100連 S ランクなしはむしろ勇者まであるんでね、高評価が1万超えますね。100連 S ランクなしはさすがにそんな勇者なことは僕は残念ながらできないんで、まあ S ランクは出るかなと思います。ということで、ジャイアンツダメだった、まあ菅野選手に関しては今後ね、まだベスト9タイトルホルダーとかでも必ず出てくるんでね、まあそこでさらに狙っていきましょう。しかもまあ9位1個上がって79だったら本当に簡単に A 狙えそうなんで、称号で。まあまあまあ、本当にまた後日というところですね。はい、ソフトバンク行くぞ。続いて千賀投手狙いだ。やっぱ中継ぎ先発両方 S で適正かつこの能力っていうのは9位 A 超えてて、まあお化けフォークがあって魅力的すぎますね本当に。まあストレートが P になったら本当にね、ちょっとね、楽しい。おっしゃ、ようやく来た。よし、よしよしよし。さあ、千賀、頼む。千賀、頼む。よし、行くぞ。頼むよ。とりあえず A ランク。ロメロ。さあ、来た、返す。頼む。千賀来い。千賀。よっしゃー追加回ししてよかった。やっぱりね、あそこでやめたら実況者失格だと思ったんですよ僕。よし、やっぱりね、よし、多少ね、もう体にムチ打ってでも動画を撮っていく、これが実況者だ。全然かっこよくない気がする。よし、ありがとうございます。千賀ナイス。 OK ということで、ではヤクルトにしましょう。続いてね、はい、ヤクルトじゃない。秋吉と変えるっていう気持ちが強すぎて間違えました。セーブですね。はい。セーブにしましょう。OK。これで、あと何連だ？はい、あと30連ですね。はい、行きましょう。一回止めて確認してきた。興奮しすぎて何連引いたか忘れてしまった。行きましょう。さあ。ということで、あと20連ぐらいで菊池雄星選手出して、で、もう一回ジャイアンツに戻して菅野投手行きましょう。はい。行きましょう。いや、千賀はでも大きいですね、本当に。うん。長い目で見たときに、やっぱり中継ぎにもいけるっていうのが、かなり助かります。はい。お、秋山ナイス。ただ、本当にセンターそろそろ追加されてほしいですね。セカンドとセンターが結構僕は待ち遠しいです。はい。OK。あと20連。さあ。この20連で菊池、菅野と出して終わりましょう。3人とも入れば、3人とも一気にスタメンにしてくるんで。お、マジで来た！やばい！行くぞ！え、本当に神回にするぞ、これ。来い。菊池小屋のか。チームも外した。これなかなかなパーセンテージ外してないか。まあいいや。まだある。ああ、A ランク。まあ、オッケー。はい。ということで、まあ、セーブのままいきましょう。これまあ、菊池雄星投手いければ、千賀投手、菊池雄星投手、菅野投手の、このローテーションですからね。そこに大谷騎士、やばい。いきましょう。マイコラスもいる。バンデンハークもいる。いきましょう。もう逆に悩ましすぎる。そしたら。あ、おい、やばい、これは本当に神回になるかもしれない。さあ菊池来い、優勢来い、中村悠平。まあただこれもですね、悪くないんだな。まあ最後ちょっと2枚、まあまだある。 S 来い。はい、ということで、まあ最後2枚はちょっとね、まあ S は引けたけど、まあ、狙いは外したというところではあったんですが、まあ、中村悠平選手はですね、皆さんご存知の通り、先ほども映っていた通り、ここにですね、シリーズ2がいるので、はい、あ、シリーズ1がいるので、継承しましょう。ただ、この間キャッチャーの追加があった際には、保守適性が B から C に下がっていたので、まあ、その辺も踏まえてコンボがちょっと悪くなるなぁなんて思って、こちらのね、住谷銀次郎選手狙いに行ったんですが、まあ、銀次郎選手がもうね、はい、
しっかりと育っているので、まあベンチ枠ではありますが、ここに中村悠平選手ね、入れたいなと思います。はい、まあというところでございます。はい、 OK。 まあひとまずこれでよかったです。はい、いやー、まあ本当に追加で回してよかったなというところですね。まあ誰も引けずにこのエース枠の追加を終わらせるわけにはいかなかったので、ここはちょっと皆さんにね、いい映像を見ていただくためにもちょっと頑張りました。はい、まあ千賀投手引けたのは嬉しいんですが、もう一枚 A ランクを今後狙っていきたいんですよね。はい、ソフトバンク SA にしますと、昨日見た通り千賀投手は 1,2,3,4 枚しか持っていないので、限界突破今4回止まりなので、まあこれでもリーグオーダー入ってはくるんですが、今後もう一枚 A ランク狙っていければいいなと思います。 A ランクはもう登場してるのかな、ちょっと確認しましょう。千賀の A ランクはまだ出てないですね。はい、ただまあ今後出てくると思うので、そこもちょっと狙いつついきたいなと思います。はい、じゃあオーダーどうしましょうか、オーダーどうしましょうか、オーダーどうしましょうか。これまあとりあえずこの秋吉投手の代わりにさっきの千賀投手を入れようと思うんですが、入れて、どこに入れよう。まあ先発言っても5人ともめっちゃ強いしな。まあ、とりあえず、中継ぎでいっか。中継ぎ、スピリッツ的に言うなら、サファってより、そうですね、千賀投手の方が、まあ、限界突破4回でも、40ぐらいは高くなると。ただ、能力で言うと、サファっての方が強いんで、まあ、ここか、ここかな、まだ。限界突破5回になれば、ちょっと悩みますね。これ、結構悩みますね。誰をどこで使うか。いや、本当に、その辺もね、贅沢な悩みになってきたなと。まあ、いう感じでございます。はい。で、千賀投手はやっぱお化けフォークがリアルタイム対戦でもかなり使えるんで、本当にこの補強は良かったなと、まあ、いうところでございました。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい。というわけでね、アキさん身を削ってお疲れ様ですという方はね、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。まあ、今回のこのガチャで、まあ、最大スピリッツリーゴーダー200ぐらい上げられたので、結構大きかったかなと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。